バンクーバー島はいくつかの海峡によって大陸から隔たっているバンクーバー島地図バンクーバー島はカナダ南西部ブリティッシュコロンビア州にある島である島の名称は18世紀後半にカナダ西海岸地域の測量を行ったジョージバンクーバーに由来する面積は32,134平方キロで九州島や台湾島と同程度の大きさであり アメリカ大陸太平洋側では最大の島である。人口は約75万人。北のジョンストーン海峡東のジョージア海峡によってカナダのブリティッシュコロンビア州本土と南のファンデフカ海峡によってアメリカ合衆国ワシントン州本土から隔てられている。周囲にはグルフ諸島など多数の島々が点在する。ジョージア海峡、ファンデフカ海峡、 ピュージェット湾などから構成されるバンクーバー島と北アメリカ大陸の間の内海は成立主海と総称される。南端には州とビクトリアがある。その他、主な町としては、7位もポートアルバーにキャンベルリバーなどがある。なお、カナダ西部最大の都市圏を形成するバンクーバーは、バンクーバー島ではなくアメリカ大陸側に位置する。 アメリカ州の先住民族としては、西岸にヌート家族、南岸、東岸にはサリシュ族、北部から中部にかけてはクワキウトル族が古くより在住している。1849年にイギリスの植民地となった。太平洋側ではホエールウォッチングやサーフィンが盛んで、また複雑に入り組んだイリエや内陸の湖などでは釣りやカヌーが楽しめる。 近年ではトフィーノなどのビーチリゾートの紹介が盛んに行われている。産業は主に林業、観光、漁業である。ありがとうございます。